えまあ、モンゴロイドにあの分離される人のまあ、まあ、代表的な人々であります。左の画像はモンゴロイドの一番、えー、西の端はロシアのウラウラル山脈を境とするわけですが、まあ、ウラル山脈の麓に生活をしているネネス族ですね。この方々が一番西のモンゴロイドというふうに考えられます。それからまあモンゴロイドの本場としてまあアサシにちょっと代表していただきました。 これらの人々がまあ先ほど挙げましたモンゴロイドの特色を大変よく備えているということになりますもちろん日本列島の我々も大きくはこのモンゴロイドの範疇に収まる特色を持っております